大家好，我是鹿酱，谢谢大家也来看我今天这一支影片。今天这一支影片呢，是我们文当的31岁庆生之旅。那现在呢，是文当31岁生日的早上。文当现在出去吃早餐，他回来之后呢，我们就要准备出发了。为了文当这一次的生日，我真的超级用心准备的，真的是拼了。希望文当他会很开心。那因为今天是文当生日的关系呢，文当就是大爷，订了他之前说想要去的饭店。然后还准备了很多惊喜，然后也在昨天晚上把家事都做好，也把这一次旅游的行李都整理好了，让文当的心完全没有挂念的跟我一起去这一次的庆生旅游。那我们家的家事呢，特别是洗衣服，基本上都是文当来做，因为文当他洗衣服有非常多的步骤，就很重视衣服本身的一定要有清香，他觉得香气呢可以直接影响带给别人的感受，所以我们家里洗衣服的时候都会加入兰诺的衣物芳香豆，有用的话洗完的衣服都会发出淡淡的清香。不知道大家来日本的时候发现日本人的衣服都会香香的，就是因为他们洗衣服的时候呢都会加入衣物芳香豆这样的产品，台湾也有卖，大家有兴趣的话也可以试试看。那我们这一次庆生呢要去热海，大家看我还盛装打扮，这个蝴蝶结的围巾超可爱的，那我们就走吧。大家，我们现在已经到热海了。生日快乐！生日快乐，文当。我们文当只要每次一过生日，就会马上把他 IG 的自我介绍换上最新的岁数，真的很可爱。我们到热海的第一餐吃的是海鲜冻饭。哇，超豪华的！今天我们文当是大爷，好吃，太好了！今天的第一站没有踩雷，我们现在要坐去饭店的接驳车。我们现在已经 check in 完，要去房间了。今日丸ちゃんが予約してくれたホテルだから楽しみだな。なんかいつもは私が予約してるんでなんか内容把握してるんですけど、そんなことないよ。今回はね、ルーちゃんが全部予約してくれたんで、ずっとワクワクしてます。我们这一次住的房间呢是在12楼。すごいなんか全部が和の感じだね。わあ。これ夕方になると夕日が綺麗そうだね。確かに。お邪魔します。马上来带大家蹲坐一下。見てみよう。じゃじゃーん。わあ、見て、すごい、広い、綺麗だね。わあ、一整片大海景え。オーシャンビューだ。え、めちゃくちゃ景色綺麗。これいいね。いや、部屋自体もすごい広いし、こういったね、海が見えるオーシャンビューもあってとてもいいね。見て、洗面所もめちゃ広い。なんかいいね。すごい。ここもなんか和の感じだね、全部。ね。那因为现在离我们吃晚餐还有一点时间，所以我们就在房间里面先休息一下。然后这一位先生，他竟然在他31岁生日的庆祝旅行，带有 Switch 来玩神奇宝贝，真的是要疯掉了。やっぱこういうね旅行はね合間合間の時間があるからね、こういうね時間も必要なの。但是今天我们文章最大，所以就让他玩。我们现在进来他们的土产店，哇，他们这里卖超多饮料，大家看这个汽水的包装。好昭和感！哇，すごいおしゃれ。ね，他们这个土产店在饭店里面算是很大间的哎，各式各样都有。光是买土产，大家就可以买得很开心了。我跟文丹，耶、yeah. yeah. ！今天的晚餐呢是吃自助餐。これはね、まずね、静岡県のおでんです。次がローストビーフ。ローストビーフ美味しそうだね。これね、美味しかったら何回も取りに行くよって。カンパチ、マグロ、イカ。美味しい。美味しいね。うん。ステーキ烤牛肉很好吃。場所によっては硬いところとか結構多いんだけど、ここは結構柔らかいお肉で美味しい。噔噔噔噔，这个也是我为文当准备的生日惊喜，泰的生鱼片拼盘。ありがとうルーちゃん。見てるじゃん、ここことぶき書いてあるよ。本当ね。めでたいね。祝你生日快乐、文丹。生日快乐。うん。プリプリ。熱。你开心我就开心。お、いいね。プリプリ。プリプリ。他们的甜点这里呢，还有意式冰淇淋。我点的是巧克力跟牛奶口味。僕は
葡萄とニューサマーオレンジ。すジェラートだ。濃厚。现在人排超多的，我们刚才运气很好，刚才没排队。我们文当吃了第二盘。第二个。レンジとブドウ一緒に食べるのがね、めちゃめちゃ美味しくて。我跟文当现在要去泡个温泉，他们这里最有名的就是这个温泉设施，也是文当最想来的。大家我们泡完澡了，超级舒服的。気持ちよかったし、めっちゃ綺麗だもんね。对，可以边看夜景边泡澡。然后我跟文当买了布丁、马尼布丁，还有一个。やっぱり温泉といえばこれだね。こじゅんです。おしゃー、かぎやうまい。他们这个温泉设施还蛮大的，总共有七层楼，每个空间都有很多可以休息的地方。又在玩了。面白い。这个地方其实可以待一整天呢，可以好好的休息。回到房间，旅馆已经帮我们把床都铺好了，然后跟大家说，今天的一片海景已经变成超级漂亮的夜景。色の感じが綺麗だね。ね。青とか紫とか黄色とかいろいろ色使ってる。あと来るときに触ってみて、良くなかったらまた。やった誕生日ケーキだ。サプライズ。そういうことか。而且我刚才电话讲超小声的，そして最後のヘアバッグ確認の時にフーちゃん出てきたの。で、ワイスパッて。いやね、ちょっとね疑問に思ったことがあって、トントって枕を確認するじゃん。でも綺麗な状態だったのに、どうやってルーちゃん確認したのかなと思ってたの。だ、私の脳はさっきその一瞬で考えたのそれしかなかった。はい、フーちゃん開けてみて。わあ、すごいね。ダン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 。わあ。しかもチョコレートケーキお願いしました。すごい。俺の専用にチョコレートにしてくれました。ルーちゃん31歳、お誕生日おめでとう。すごい、ルーちゃんありがとう。然后还有个礼物要送给文丹。お、まだあるの？目閉じて。お。はい、目を開けてください。わ、カルティエ？对，是文丹之前就是说很想要的东西。うわ、なんかすごいおしゃれ。すごい大きさは文丹の顔ぐらいです。開けてみて。開けてみよう。箱綺麗だね。すごい綺麗な箱が出てきましたよ。カルティエといえばこの真っ赤な色だよね。对，就是这一次为了文章的生日礼物，我真的是奋发了。ふーちゃんがずっと欲しいやつ。うわー。うわー。噔噔噔噔。カルティエの時計です。之前文章就是说他很想要カルティエ的手表。ビジネスにもカジュアルにも使える、なんかちょっといい一生ものの時計が欲しかったんですよ。本当に大切に使ってね。当たり前じゃん。はい、つけてみて。うわー、なんか取り出すのももったいないぐらい。うわー、めちゃくちゃ綺麗ですね。こんな感じか。いいじゃん。どうですか。かっこいいじゃん。私のこの腕細すぎるんで、普通の男性用のやつだと似合わないんですよね。なんでちょっとちっちゃめのが欲しかったんですよ。以前ね、ルーちゃんと一回ねちょっと見に行ったことがあってね、その時にね話してた内容をルーちゃんが覚えててくれたみたいです。ずっと携帯触ってるけどね。そういうふうに実際はちゃんと聞いてますよ。ああ、よかったよかった。嬉しいな。ルーちゃん開心の就開心。開心。せーの。Happy birthday to you. Happy birthday dear文章。Happy birthday to you. おめでとう。おめでとう。今年1年、何事も体に健康であり、病気のない、風邪のない1年となりますように、よろしくお願いいたします。二つ目、すべての家族の健康、安泰、すべてうまくいくように、よろしくお願いいたします。はい、最後、最後心の中に OK。 はい、おめでとう。おめでとう。おめでとう。
つもふーちゃんがいてくるだけで毎日楽しくやってます。俺も楽しいよそうだ、ルーちゃん昨日洗濯してくれたよね。そうだよ。俺の洗濯の順序ちゃんと守ってやってんの？守ってるよ。だから今日いい匂いなんだね。我们当真的就是很坚持那个洗衣服的顺序。我们两个第一次见面的时候啊，他的衣服也是香的，就让我那个时候印象很深刻。以前的我都是洗衣精放下去就算了，真的是跟文章在一起之后大开眼界。まあ確かにね、俺同僚からもね、あいい匂いするって言われたことよくある。ふみちゃんはね、本当にすごいの。啊，祝我们当31岁生日快乐！那也谢谢看我们影片的大家一直陪伴我们。私の誕生日何回見るんだって感じだよね。確かに、私も。まあこれからも。毎年こうやってお祝いしますので、皆さんもどうぞお付き合ってください。私たちの成長も皆さん見守ってください。那我们就要准备睡觉了，大家晚安。晚安，拜拜。现在是第二天，我跟文当来到热海车站的商店街来逛一逛，还蛮大的耶。哇，我们看到这一家店排队排超多人的，感觉一定要吃吃看。我们来看看大排长龙的面包到底是厉害在哪里。キノコみたい。哇，すごいね、たっぷり入ってる。这个一个也没有很贵，一个差不多380日元而已，大家来可以买买看。いやこれね、本当にね、食べた方がいい。看这个鲜贝有多大。好大。見て、三匹。三匹ね。一匹。もう、タコだよ。热海的温泉街还蛮好逛的，大家来热海的话可以多花一点时间逛，会逛得蛮开心的。那我跟文当现在已经回家了。回家啦。今回はね、とてもサプライズが多くて楽しかったです。祝文当生日快乐。谢谢。好，那换一个场景来跟大家介绍我跟文当超级爱爱了好多年的兰诺衣物芳香豆。我们这次出去玩两天，衣服呢都还是保持着清香。そうそう、ルーちゃんに近づくとね、ふんわりねいい匂いがするんですよ。本当にね、香りって大事でさ、香りを嗅ぐとその時の思い出がふわっとね、香りとともにね蘇ってくるんだよ。今回もまた新しい思い出を作ったね。谢谢。レノはすごい好きなブランドでさ、もうね何年も何年もね愛用してるんだよね。兰诺的衣物芳香豆呢，在日本是家喻户晓的品牌，我相信应该日本人都会知道他们。大家只要跟日本人讲他的品牌名雷诺啊，我相信大家都会唱广告歌。雷诺啊，对，知らない人いないもんね。いないね。也是此类商品的热销第一名。兰诺衣物芳香豆有智慧锁香科技，洗衣服的时候会把香氛锁进衣服之中，能够持久留香长达12周哦。香味都是由国际调香师调制，就像香水一样富有层次感。总共有甜花石榴香、青橙草木香、晨曦玫瑰香、轻盈紫罗兰香，还有甜柔麝香。我个人呢是最喜欢晨曦玫瑰香，闻起来甜甜的又不会腻，我觉得这个味道超有气质的。俺がね一番好きなね匂いはねこの匂いなのよ。すごいねフルーティーでしかもね爽やかな匂い。なんかね朝に匂うととてもねいい気分でね朝出かけれるのよ。やっぱね朝はね気持ちが沈んじゃうんで、そこで気分を上げていこうっていう意味で。那兰诺的衣物芳香豆在台湾是 Hebe 代言的，光看就觉得很香。この方とても美人だね。なんか見るだけですごいいい匂いしない。確かに。買い方ね、とっても簡単なんですよ。3ステップです。じゃあまずステップ1、こちらの黒い蓋をね、まず取ります。そしてアロマジュエルをこちらの黒い蓋の方に入れます。で、こちら普段としっかりが書いてあるんですけど、こちら量を見ながら入れていきます。今回はしっかりまで入れてしっかり香らせようと思います。ではステップ2、まずこちらのアロマジュエルを入れます。そこで注意点なんですけど、こちらの洗濯機の中には衣類は入れてない状態で、ステップ3、こちらの衣類を全部洗濯機の中に入れます。あとはスタートを押すだけです。ピッ。いや簡単だね。これ出来上がったらとってもいい匂いがするよ。兰诺的衣物芳香豆除了可以和洗衣精和洗衣胶囊一起使用之外，也不添加柔顺剂和漂白剂，可以适用于各类的衣物，所以非常的安心又很方便。毎回洗濯終わったらいい匂いがしてさ、めちゃめちゃね気分がいいのよ。可以心情很好的做家事，而且穿上之后呢，身上也都会一直散发淡雅清香，给别人的印象也会很好。しかもすごい印象深いのがあって、最初もそうなんですけど、ふーちゃんと遊びに行くときにすごいふーちゃんいい匂いするんだよね。本当に本当に日本人そういうところねちゃんと気を使ってるなって。
そうね、もうね、その時から俺もうずっと使ってたからね。因为文章身上就真的一直都是兰诺香香的味道，所以每次闻到的时候都会想到很多以前旅行啊、约会的回忆。香气真的很重要，香却帮助记忆嘛。初恋の人の匂いとか。啊，对啊，对啊，对啊。所以呢，一气勾高味呢。那大家如果要购买兰诺衣物芳香豆呢，也可以到台湾的各大通路购买。记得要挑有日本热销 No.1 的标志，还有 Hebe 贴纸的瓶身哦。那大家如果想要确认香气的话，非常的简单，你只要挤压瓶身，然后闻它的瓶口，就可以闻到味道了。好香！好，那谢谢大家看这一支影片。从这支影片开始呢，我们文章只31岁了。健康で長生きたいと思っております。那接下来就请大家多多指教，去陪伴我们，然后呢，大家可以去购买兰诺哦。那我们下次影片再见，大家再见，拜拜，拜拜，拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても、お祭り気分で行けばいい。